ね、うん、ホラーとかあんなとこで見たらどうなんだろうね。あ、怖そう。めっちゃ怖いね、絶対。見たことないけど。そう、映画でホラー見たことないけど。うん、見たことない。怖そう。怖いと思う。怖そうだね。うん。うんって言わない。なんか。ムヒロ、ちゃんだろちゃんだろ一応ね、あんな大きいスクリーンで、うん、大きい音でドキ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 ワク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 すると思うんだけど、うん、なんかみんな携帯とか、うんうん、パソコンとかすごく便利になっていって、うん、映画館に行く回数って減ってると思いませんか？うん、確かに、うん、みんなも多分そのうちの一人だと思うんですけど、うん、はい、うん、この3人の中でもムーヒロと、うん、メカユーと、うん、ユッキーも全然映画館に行かないって最近ね。だからよ、うん、無理やりだなちょっと探してながら言うタイミングをいっぱい行ってそう、行かないって言ってたじゃん、うん、その理由ってなんで、うん、なんでだ、なんでムーヒロ、なんで映画でも、映画を行かなくても見れる環境になったってことですよね。DVD とかで見ちゃうのが多いのかな。メカユは？俺もともと、俺じっとしてるのあんまり得意じゃなくて、はい、めっちゃ立ちたくなるわけ、うん、で2時間座りっぱなしで、うん、なんかポップコーンとかコーラとか口にして、うんうん、もう立った時の、うん、あの気分悪さがあんまり好きじゃなくて、そうそう誰もだからよ言わないぐらい、ね、マイナスなこと言ったけどユキはユキも DVD とかで見ちゃうかも。それだね、そう、そうだよね、ツタヤとかね、うん、あと映像配信もすごく進んでて、そうそうそう、結構映画館に行く回数って減ってると思うんだけど、うんうん、なんかねネットでちょっと調べたんだけど、はい、家で見るDVD と映画館で見る映像って迫力が全然違うじゃん、うん、楽しさがめっちゃ半分ぐらいになるらしいよ。へー、そうなんだ、うん、映画館の方が楽しい楽しい楽しい。しかもなんか特別感ない、家じゃないところであるあるある、そう見るっていう、やばい、あっちのコーラとかポップコーンの味変わるよね俺は対抗してる、俺は対抗してる、あっちの何倍増しかなってぐらいねいや本当に分かる分かる、うん、美味しいよね、美味しいんだね、うん、家で映画見るときも食べてんの？いやでも違うんだよね、家で食べるポップコーン、もう家で DVD 見ながら食べるポップコーンより、うん、映画館で見るこのポップコーンが多分3倍増しぐらい、マッキーなんて言ってんのかなこれ、マッキーは、うん、ホットドッグ派、あーそっかーなるほど、まあ、いろんなタイプがいるねそう、ホットドッグ大好きで、いいね、ピクルスとか玉ねぎとかトッピングいろいろあるじゃん、あああるあるある、そう、あれを乗っけて映画見ながら食べるのが好き、いいね、好き、なるほど、そうで、ホットドッグには必ずアイスティー、あーよく言うね、決まってるんだね、決まってる、よく言う適当だねいつもでしょ、やめてよ、いやでもよく言うね、やっぱりホットドッグにはアイスティーって、うん、聞いたことない大変だ、やばいね、うん、うん、無理やりからさっきから、うん、本当にそういうのがいいんだよ、うん、で、ここでちょっと突然なんですけど、はいはい、今日の1曲目言ってもいいですか、うん、今日の1曲目、そう、今日の1曲目は2010年の君に届けっていう映画の主題歌だったんだけど、うんうん、フランフープで、あ？あフランプールで、ん？ライブ、うん、フランプールで君に届けです、どうぞ。
はい、皆さんこんばんは。 JD マッキーのだからよ、今日で第13回目の放送始まりました。今日もゲストさん3人来てくれています。イエーイ。今日のテーマは映画なんですけれども、はい、ツイキャスの方にコメント来てるので読ませていただきます。はい、シグナスさん、マッキーこんばんは、チバリアー、ありがとうございます。ありがとう。次、サッキーマウス2さん、2位かな、これ2かな、これ2だと思うよ。あー、じゃあ2で。サッキーマウス2さん、こんばんは。こんばんは。今日も最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、はい、今日のテーマ映画なんですけれども、はい、実は、うん、あのレオナルド・デカプリオさん知ってる？知ってる。あの人アカデミー賞で4回目の主演男優賞をノミネート最近したんですけど、へー、そこで悲願の初受賞を、レベナンドっていう4月22日に公開する映画なんですけど、うん、これで受賞したそうです。へー、すごい、おめでとうございます。あ、届いてるかも、ね、届いてるか。届いてるよ。そうなんだ。うん、うん、なんだって。すごいね、タイタニックとか、うんうん、あ、ブラッドダイヤモンドとか、うんうん、知ってる、いろんな映画でね、うん、名前を轟かせて、うん、すごく有名な俳優さんなんだけど、うん、やっと今年撮れたんだって、うん、ニュースでもめっちゃ大々的に取り上げられてて、意外だね。そう、みんな意外ってびっくりしてる。結構撮ってそうなイメージあるけどね、うんうん、なんだって。そうでね、うん、この続きで私のなんか人生に大きな影響を与えた映画についてちょっと話したいんですけど、うん、聞きたい、聞きたい。そう、なんだと思う？あ、当てる形式。ヒント、ヒント言う、ヒント言う。あ、じゃあ3択問題ね。おヒント1、うん、あ、ヒント1じゃない、ヒントは、ディズニーの映画です。あ、これヒントになる？ヒントじゃん、ヒントじゃん、ヒントディズニー、ね、なんだけど、で、3択問題、はい、第1、うん、うーん、なんか答え分かるやつじゃない？だからさ、大丈夫？1、はい、リトルマーメイド、うんうん、2、美女と野獣、お、3、塔の上のラプンツェル、おどれだ？リスナーさんもみんな考えてください。なんだと思う？コメントで答えは、なんだろう、うん、いやでもいろいろね、うん、結構印象に残る映画だからね、うんうん、うん、当ててみて。ムヒロは何？ラプンツェルかな。おラプンツェル。メカユは？ちょっと選択肢忘れた。俺もラプンツェルしか覚えてなかったけど。そうじゃないよ。ダメダメダメ。ちゃんと答えよ。そうだよ、ちゃんと。もう一回言うと、はい、1がリトルマーメイドで、はい、2が美女と野獣で、はい、3がラプンツェル。ラプンツェル。リトルマーメイドで。ああ。うん。うん。ユキは？じゃあ、いけ、美女と野獣で。誰か当たるぞ。何やってるかな？泣かなよ。正解発表します。はい。ドゥルルルルルン。正解は3番のラペンツェル。マッキー。はい。そうだよね。一心伝心だね。やっぱね、ラペンツェルだね。うん。あー、待って。ツイキャスでさ、黒田さんが、1位のリトルマーメイドって言ってる。やー、そうしちゃった。ね、うん、あと2個だね、プラス。そうだね。どういうことそうだねって言ったけど。どういうことだ。そう、オッケー。で、うん、ラプンツェルなんだけど、うん、見たことある ?3 人とも。ある。ごめんなさい。ないみたいな。見て、ぜひ見てほしい。いいね、うん、あの子は、うん、塔の中に、うんうん、17歳だっけ16歳だっけそれぐらい、うん、ね、うんうん、までずっと閉じ込められてたんだけど、うん、本当は王女様で、うんうん、でお母さんがお母さんにずっと塔の外に出してくださいお願いしますってお願いしてたんだけど、うん、外は危険だから出ちゃいけないんだよってお母さんは教えてたわけ、うんうん、である日この子は頭を使って、うんうん、お母さんに誕生日に絵の具を買ってきてほしいってお願いするんだけど、うん、この絵の具がすごい遠い町にしか売ってなくて、うん、その間に
塔を抜け出していろんな冒険をしていく話で、そうそうそう、面白そう。でこの冒険していく時にいろんな仲間に出会って恋をして、すごく楽しいお話なんだけど、この子の素直さとか、あとは何でも挑戦するそういう姿勢にすごくなんか共感っていうか、こんな風になりたいなって思います。いいね、すごい。今のマッキーの姿勢に似てるね。え、今のマッキーの姿勢に似てる、素直に。やばい、もう本当にあ、でも褒めてるんだよね。うん、もちろんもう怖いな、ムヒロはそう、そういうところがすごく良くて、このラプンツェル実は10回ぐらい見てる。あ、うん、あんなに、そんなに、うん、なんかね悩んだ時とか迷った時に、この映画見たら何でもできる気がするんだよね。あ、いいね。うん、何でもできる気がする。そう、なんか素直に人と話せば何でも分かってくれるしそうそうそう、なんか気持ちってすごく言葉にするの大変だけど、言葉にして伝えれば絶対自分も変われるし相手も変われるっていうか、見てほしい。もうそんだけ思い入れあるなら、そうね、伝えに行って帰ろうか。伝えよ、ムーヒロはマスク見ないと。ビーチネタやめようか。ね、マスクもおすすめなんでぜひ。失礼します。主演男優さんが曲出ます。本当にやばい。いいね、マスクもね。マスク楽しいよ。うん、でね、うん、この映画なんだけど、ついでにちょっとプラスアルファの情報っていうか、女の人ってイライラすると暗闇に行くといいんだって。へー、なんで、男は、なんか落ち着くんだって。なんかそういうのがあるんだろうね、体の中で。そうなんだ。え、男は、男は違う。違う。だからマッキーいつも暗いとこにいるんだろう。あ、そういうの言った。メイヒロがいつもイライラさせるから。そういうのもあったわけね。ごめんね、イライラさなくて。今言われて気づいたよ。そう、はい、朝から電話するんだよ。もう起こすたびにね。大事だね。そう、でもこれが嬉しかったりするんだけどね。おお、いいね。明日朝6時だな。やばい、ね、やばい、怖いよ。もう寝て止まん、電話止まん。いいね、今日ね。マナーモードにしよう。うん。そうでね、なんか真っ暗な中で、これは男女変わらないかもしれないんだけど、のんびりとリラックスする時間ってやっぱりないと思うんだよね。でこの真っ暗な中でみんなゆっくりしていると、すごく寝るまで、あ、そう、寝るまでついついスマホとかいじっちゃう人とか多いと思うんだけど、そう、スマホを置いて、真っ暗な中でいろいろ考えると落ち着くんだって。だからなんか迷ってる時とか、暗い中で一人で考えるのもありかも。いいこと聞いた。本当？本当に。なんか一個一個確認してないか。なんかしたくなる。ねえ。多分聞いてるリスナーさんも思うよ。いや、思ってますよ、本当に。で、ツイキャスでもコメント来てるんで、終了時間近いんですけど、ちょっと読ませていただきます。はい。黒田さん、暗いところトンネルですな。うわ、真っ暗じゃん。トンネルだね。トンネル、怖い話もあるからね。ああ。じゃあ次、AKB ファンさん。マッキー、ユッキー、こんばんは。出遅れた。こんばんは。久しぶり。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、そろそろ終わりの時間がやってまいりました。今日のお相手は、JD マッキーと、ムヒロと、中井優と、ユッキーでした。来週もまた聞いてください。せーの。バイバーイ。